全員元がつきます。義父が大病をした途端、夫が義実家の用事を全部私に丸投げするようになった。それまではむしろ親孝行タイプで義実家行くの大好きだったのに豹変。私が義父の病状を説明しようとしても、仕事で疲れてるからと別室へ行ってしまう。保険のことなどを義母に相談され、それを夫と話し合おうとしても、疲れてるのにイライラさせないでと逃げる。私がちょっとでもきつく言うと、ヒステリックになられたら話ができないと逃げる。義父の退院の時も、夫は仕事だと言って私に丸投げした。私だってフルタイムで働いているのに、しかも夫の実親なのに、なぜ私ばかり休みを取って義実家のため奔走しなければならないのか。そう不満に思っていた矢先、義母が足の痛みを訴え出した。右足が痛むので運転できないという義母を病院へ連れて行き、結果を夫に報告しようとしたら、それを俺に言ってどうするの？俺は医者じゃないから聞いたって知らないよ。それとも俺が医者だとでも思った？お前と悪くなったよな。お前といると疲れる。クソで固め息とともに言われた。なんかその瞬間全部どうでもよくなって、まだ何か言ってる夫をスルーして食事して寝た。翌日、親の介護等は実施に義務があるという旨の文章をネットで拾ったをプリントアウトしてリビングの壁三方に貼り、夫に何か言われたら無言でその紙を刺さし続けた。義実家からの電話は夫の携帯に転送されるようにしておいた。2日目で夫に情がないのかと言われたので、作り笑顔を浮かべながら髪を指さす仕様に変更した。夫が怒鳴り始めたので、ヒステリックになられたら話ができないと別室へ逃げた。翌日帰宅すると、話し合うことがあるようだなと怒り顔で言われたから、仕事で疲れてるのにイライラさせないでと言って、その日は宿に泊まった。1週間ほど続けたら離婚だと言われた。すぐに義実家に離婚しますと報告。私がいなければ不便だと夫よりよっぽど承知していたよし両親は、タクシーで飛んできて謝れと夫を叱った。しかし夫は拒否。よし両親の懇願も虚しくスピード離婚した。なぜか夫は離婚届を出しに一緒に役所へ行くと言い張ったので、二人で出しに行った。提出直前、俺がこの場で土下座すればいいのかと言われたから、意味わからない、イライラさせないでって何度も言ったよねと思いっきりイライラ顔で言ったら、夫はショックを受けた顔をしていた。何のショックなのかは今でも不明。その後義両親からロミオ&ジュリ電話が来て、夫が何の役にも立たない、あの子は冷たいと愚痴られた。病院には相談に乗ってくれる専用の職員がいること、福祉課に頼れること等を説明し、離婚したから私はもう他人ですとよく言い含めて切り、その後スマホごと変えた。何の連絡手段も残してないから、義実家と元夫がどうなったかは知らない。思い返すと、あの時期よくあれほど冷たくなれたなと思うけど、何かそういうスイッチが入ってたんだと思う。何なんだろうな、その元を。介護が嫌で丸投げしてるにしても、どう見ても破綻するように仕向けてるし、じゃあ危機として離婚するかと思えば土下座すれば大丈夫って思ってたみたいだし、あっちはあっちでなんかスイッチ入ってたのかね。まあ伴侶がそんなじゃ、こっちだって冷たくなるのは当然だわ。よし両親なんて夫妻あっての関係だしね。元夫の頭にある親孝行は、元気な親に自分を可愛がらせることなんだろうな。親の衰えを見るのが怖い気持ちはわからないでもないが、妻に押し付けた挙句に穴のすいたモラハラかますのは許せんが、整理されて読みやすい文章、頭良くて仕事ができる奥さんだったんだろう。アホすぎる元を